ここに一つ目の意味は誰でも知っている一つの英単語がある。 Well、 品種は福祉、意味は上手に。では形容詞の Well の意味は知っているだろうか。また名詞の Well の意味は知っているだろうか。実は入試に多く出る英単語の意味は通称じゃない方の意味である。みんなが知っている有名な意味の裏に隠れたもう一つの意味が実は狙われやすい。そんな多義語の知識を毎朝一つお届けする動画である。今日紹介する単語は select という単語です。こちらの単語皆さん、おそらく動詞のイメージで覚えてると思います。何々を選ぶという動詞ですね。ただ実は今日紹介するのは動詞ではなくて形容詞なんです。この select という単語は形容詞にした時に寄り抜きのとか厳選の生鮮したとか極上のみたいな意味になります。つまり選ばれたっていうことですね。なので select wines といった場合極上のワインという意味になります。これだけ見るとねどうしても、ワインを選ぶなんていう意味かなって思ってしまうかもしれませんが、実はそうではないんですね。文脈によってはもちろんワインを選ぶっていうふうに使う場合もありますけど、形容詞である可能性もあるということを知っておくだけで、文章の読み方が広がるでしょう。You may feel like being alone, but I can be the one you rely on now. The world is yours.